J リーグの公式戦ですら、うん、試合前にぐっすり眠れたことないですよ。明日の試合楽しみだななんてことほとんどなくて、うんうんうん、これからのジュニア、羽生さんみたいなタイプの選手ももちろんいるじゃないですか。その選手とかにアドバイスをするとしたら、例えば僕は海外にいてこういうプレーこういう選手になってプロになってこうなりたいっていう、うん、ある意味遠くの目標を明確に口に出してるタイプの人と、うん、僕は逆に言うと、いやそこまでは分からないけど、うん、今全力でこれを積み重ねたいんだって、うん、これをなんか誰にも負けないぐらい考えながらこれを築き上げたいんだっていうところに集中してる人と、うん、で多分タイプ 何種類もあると思うんですよ、うん、でも今大きく分けて2つとして、うんうん、でもやってることはここでは一緒だからプロになり海外に行けるみたいな人って結局今日のそれぞれにとって本当にこう全力だったかというか、でさらにそれを積み重ねられる人間なのかみたいなところが大事だと、まあ今のところそう思ってて、だそれがある意味ビッグマウスって言われるような、俺はこうやってこうなりたいんだって言ってる人もありだと、いや僕そういうんじゃなくてこうやってやなんか地道にとかっていうタイプもありだと、でもそこの積み重ねる段階でそれを楽しいと思いながら 120% にできる人、1日遅れる人か、怖いからこそ120まで持ってってる人みたいなのがプロに近づくために100出さなきゃいけないって思うところが、なんとなく慣れるっしょって思って80にしちゃってる人は無理だと。なるほど。これが当たり前のように120を積み重ねていってる人と、怖いからこそ120でやりますよってそれを積み重ねてる、どっちでもいいし、性格上楽しいよってやっててもいいし、やっぱ僕はちゃんと努力していくんだって言っててもいいけど、ここの目の前のところを常にプロになっていってる人たちは100を超えた積み重ねをしてるような気がするから、もう 101% 出そうよ、どのタイプでもっていうことですね。そこになんか別にこれの方がいいよっていう気はあんましてないっていうか、人それぞれかなと。もうそれはタイプはタイプでもう自分で理解して、でも全員共通な 101% を練習とか、まあ今やってるスポーツに向けてやってること、まあビジネスマンだったらビジネスに向けて 101% 出すことができる。そうやって子どものこれからの一番最初の根底の部分を教えるっていうところはやりたいな。確かに確かに。もう0から1、2、3って順番にやってきたじゃないですか。いきなり8やっても10やっても意味ないじゃないですか。だからレベル1はレベル1、まずはここを達成して次2に行くんだよ、3行くんだよ、でもそれは行くた10を行くために2、3って積み上げるんだよっていう話です。だからもう技術どうこうじゃないですよね。そうだね。多分子供たちに会ってキックってどうやったら飛ぶんですかみたいな感じとかって、かそれっぽく今までは言ってたけど、自分で気づけみたいな感じになってきてるから要はそこを答えは何って聞いてるのと一緒だって思っちゃってるから、それが知りたいんだったら、それが分かるまでやりきる気持ちがないやつは無理かもってちょっと思ってきた。今自分は答えをどうやったらって聞いてきた気持ちはないから、自分でこうやる中で、あこうやっていけるとこういくんだっていうのは、ある意味それが楽しかったと思うし、それが当たり前のような努力になってると思うし、ってなった時にそれを通り越して、え、羽生さんどうやってやるんですかみたいな感じって、なんかそこに挑めない人は難しいのかなって思ったりするのはある。そうですね。っていうかそれが醍醐味じゃないですか。そう、そう、例えばキックを強くするにはどうしたらいいかっていうところを考えるのがもうアスリートの使命というか役割です。まあそう、それ言うと僕らとかは確かに考えるのが得意なんだと思う。あ確かにそれはそれなだけで、今全然サッカー選手でも最初の方に言った考えてないやつなんで、感覚的にやってる人っていう人のそれは何なのかとは今現状俺はもう分かってないから、どうやってどういう思考能力でやってるか、どういう感覚でやってるか、蹴ってる時に何を考えてるかはもう考えられないっていう話です、ね、あそう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 、わかります。でも逆を言うと向こうも分かんないですね。分かんないと。え、なんでそこまで考えるのみたいな。あそうそうそう。だからそれこそ今まあ感覚派のだった選手が、まあ、一応自分の会社の社員みたいになって働いてくれてて、辞めた後にその仕事がなんかこれ完璧にやんないと俺仕事なくなるよねみたいな怖さが初めて出てきた。あそうでさあつって、ああニューさんさみたいになって、ああああニューさんサッカー選手の時こんな怖さを抱きながらやってたのっていう感じになって、俺なんか初めてニューさんのこと分かったかもしれないんだって、
今怖いもんみたいな感じが、だからやんなきゃって思うっていうのを聞いた時に、彼らはやっぱりサッカーが楽しいし、プレーすることっていう感覚だった。僕はどちらかというと生き残るために必死だったから、でなるとサッカー選手の時の才能系の人の気持ちと僕なんかも全然違うし、競技から離れた時に逆のタイプの選手は気づくのかもしれないし、いろんな人いるんだよね。いろんな人います。でもなんか課題とか、まあ、問題が来たとしても、それが目標になって、それを達成するためにはもう死に物狂いでこう構築してやっていくんですか。っていうのが無理してそれをやってる時代なので、当たり前でそれを二十何十年もやってきたから、問題を問題って思わないっていうか、それをじゃあ解決するために日々明日から、で明日なっても解決しなかったら明後日もう一回違うことを試して解決していけばいいんじゃないみたいな、それがもうビジネス問題であってもスポーツの自分のスランプであっても、それが応用なだけじゃないですか。そう考えるとそのタイプで良かったなって今あの現役の時はなんでだよって思うことしかなかったんですけど、それでも諦めず、じゃあ次はこれでダメだったら次はこうしたら勝てるんじゃないかっていうので、どんどんやってったわけじゃないですか。それを今もやり続けてるっていうか、それがデフォルトで良かったなっていう、めっちゃしんどいけど、わかります。生き方的に、俺もそうだし、でめっちゃ羨ましい、こいつこんな、なんていうの、例えば体がでかい人、はい、ボールちょうだいって相手を抑えながら、例えばボールもらえることなんて一回もなかったから、うん、今は体の向きとか、タイミングとか、今じゃなきゃこう受けられないことがあるんですよ。その作業せずに、はい、ボールちょうだいってやれるって、なんて羨ましいんだろうなって、めっちゃ思うけど、その間を埋めることってすごい地道だし、しんどい作業だけど、長い目で見たらとか、要はそんぐらいこだわってるからこそ、最後はいいことが起こるんじゃないかみたいな、なんか淡い期待も込めて、だからここは手抜かずに僕はこうやって生きていくんだ、あのサッカーしていくんだっていうのはあったけど、もうしんどいはしんどいよ。そうっすね。いや、もちろんです。でも今は僕は社会に出て、もう本当にこれでよかったなって思ってるんですよ。もう、こういう世界が作れたらいいなっていうところが最終的にはあるじゃないですか。で、そこに向けてちょっとずつ世界をこうの広げてってるっていうイメージじゃないですか。俺っぽく進んでるなと思う。それなりに。でもまあ、それでいいと思うんですよね、まあ、僕的には。だってもう自己満じゃないですか、そこって。いや、そうね。どうしたいかって、もう自分の考えた大きさにまでしかなんないし、自分の到達、目標を到達したとこにしか行けないじゃないですか。誰もそこに、やや言ったとこで、何にも関係ないじゃないですか。もちろんもちろん。それでまあ自分が置いた、なんかルールとか哲学とか信念とか、そっからはブレてないとは思う。それの根源っていうか、なんでそうなったか、日々の積み重ねしかないですよ、やってきたっていう、それがたまたまスポーツで構築した考え方っていうだけなので、まあ人それぞれそれは勉強でもいいし何でもいいわけじゃないですか、根本で言えるのはもうさっきも言った全力で自分のやるべきことを明確にして、そこに向かって 101% 出すっていうのが大事っていう、もうあと、20分ぐらいなんで、3品目お願いしますか。ソースはもうシンプルにちょっとスロークの胡椒辛子の部分とトマトベースにちょっとカレー粉を入れた感じのちょっと面白いソースですね。大葉とニラと白菜を入れた餃子にしてます。先ほどこのキムチ料理ということで、部位はあの鶏のせせり肉、栗の部分でしてます。で今新ごぼう出てきてますので、新ごぼうは吹きこぼして、それとキムチで上にちょっとスクランブル、最高です。ありがとうございます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。餃子のタレの方にもお味噌が入ってます。大化粧ですので。高原君の方も大化粧です。お味噌入れて隠し味で入れてます。大葉、はい、って言いましたっけ、大葉と。ちょっとすっきりした香りがあるから、ちょっと面白いですね。あと野菜の比率をやっぱ多めに入れてあげること。美味しいです。スクランブルエッグのなんか味もおしゃれで。それとも生クリーム入るんでね、口当たりがちょっと違うんですね。だからめちゃめちゃふわふわなんですね。あとまとってあげる感じで。辛みがあるもの、卵と相性がいいんで、お味噌で味付けしてる感じで。セカンドキャリアで言うと、いつから考えてたんですか？引退してから。あ、そうなんですね。引退していきなり
自分の会社じゃないですか、ね、2年間スカウトをやって、はあはあはあ、SC 東京の、うんまあ、高校生と大学生担当で、はあはあ、いい選手を、まあ、探して連れてくるをやって、うん、正直これでも俺がやるものなのかなって思っちゃった。ああ、なるほど。で、自分のキャリアとしても、うん、挑戦してるって言えるのかなって思って、うん、2年経った時に会社を作った、うん、で、今は自分の会社で、うん、内容は1、2年かけては本当業務委託みたいな感じで、うん、自分としては増やしてきて、うん、で、今それこそいろんな、まあ、いくつかの企業さんと契約状態がある中で、うん、で、アスリートのキャリアをなんか支えられるようなっていう思いがあるんで、一人はライフセーバーの女の子と、うん、一人はサッカー選手だったやつを入れて、まあ、その二人に今まで僕がつながってきた企業のもう一個仕事を やらせて結果を残させることで恩返しするみたいな絵を作ってるっていうか、指導教のところでも彼彼女たちに関わらせてここのタスクを与えてたり、違う企業でもこの部分を やってもらうとかやって、彼らとしてはまあ仕事にもなり、僕としてはつながってもらってた人たちへの恩返しになるし、でそういうのができれば、例えばその2人とかが今度またそういう同じようなキャリアで悩むとかっていう人たちを教えるような、まあ、広がりが持ててきたとしたらちょっと面白いかなみたいなフェーズですね。成長させてるみたいな感じですか。まあ、感覚的に成長させたいみたいなのはあるか。サッカー選手も結局、僕なんかサッカーしかしてこなかったから、うん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 、もういいですわみたいな風にしちゃう子も多いから、ね、あ、そうですね、そうですね、なんかそこを、いやそうじゃないと思うみたいな、うんうんうん、もう一回なんかやりたいことというか、うん、サッカーに没頭できたようなことが見つかれば、うん、必ずそこに向かえるはずだというか、うん、そういうこと応用がつくんですよね。あ、そう、そんなイメージ言うと、うん、決めつけちゃってる人の背中を押してあげたいとか、うん、みたいなのができれば、うん、まあ、受け皿になれるかなみたいなと思って今、うん、まあ、やってるし、サッカー界のセカンドキャリアっていう言葉って、うん、どうせセカンドキャリアで悩むんでしょ、うん、って言われてるようなニュアンスで伝わってる。その中で、ね、自分も、いや僕セカンドキャリアでサッカーから教わったこと全て、おしのさんから教わったことを凝縮させてやるとビジネスでもうまくいきました、うん、って言いたいのが自分の目標でもあるし、る、ね、下についてもらった彼、彼女たちに、うん、いや、みんなはそうやって言うけど、お前らだっていいとこあるから、うん、チャレンジしようとすれば、うん、必ず結果残せると思うみたいな世界観で、うんうん、で、僕で言うとそういうチームを作ってみたいと思っていて、それのチャレンジですね。あ、じゃあもう自分の目標に向かって挑戦していく人間を増やしていく。あ、でもそういう感じです。どっかでも、一般的な社会の方がそうかもしれないけど、もう挑戦とかじゃなくてみたいな、うん、もうただ時間半で働いて給料いただければ大丈夫ですみたいな人たちが、まあ、もちろんいると思うし、うん、その人たちがダメとも思わない、うん、でもなんか自分は、うん、例えば一生懸命それこそ競技を続けてきた人だとしたら、やっぱそもそもは上を目指したいって思ってるわけでしょみたいな、その気持ちって逆に強ければ強いほどこの社会ではすごい価値になると思うって思うと、うんうん、根底にあるのに、うん、それをもうなかったことにするのってもったいないって思うから、うんうん、ちょっとでもこう向上心があるんだったら、うん、やろうぜ一緒にみたいな、うんうん、それ絶対形になると思うよみたいな感じで、うんうん、いうチームを作ろうとして、なるほど、なんなら僕もそれを目指してて、ね、やっぱ周りにもそういう人たちが増えてくると、うんうん、やっぱ幸せじゃないですか、うんうん、でもう自分も自信持って突き進んでいこうっていう思いにもなるし、うんうん、まあ、それこそ頼川さんをはじめじゃないですけど、うんうん、周りにはこうやっていろんな人が同じようなビジョンを持ってる人たちがやっぱり増えてきたっていうのもあるんですけど、僕の同じようなビジョンを持ってる、まあ、先輩っていうか、うん、先に生きてる人はやっぱ世界は 広いし、僕よりも絶対世界は広いし、なんか見てるところも景色も全然違うんだろうな。でもまあ同じビジョンを持ってるからこのまま進んでいけば、うん、あ、そういう世界にも行けるしっていう、うん、なんか安心感もあるっていうか、うんうんうん、まあ見てる皆さんもそうですけど、アスリートもそうですし、ビジネスをやってる人たちもそうですけど、まあそういう先駆者の人とか横並びで頑張ってる人たちの姿を見ててもいいし、うん、前に進んでいける期間になれたらよかったかなと思います。あ、22番へのこだわりはありますか？
ていいんですか？これは何ですか？22番は僕誕生日が12月22日なんで、はい、たまたまJFに入った時にパッて渡されたのが22番で、うん、22歳の時で2002年でみたいな思いなんてなって、でサッカー選手ってまあそれに活躍すると一桁とかそのレギュラー番号みたいなのにやるっていう、うん、変更するって言われた、うん、結構言われたんだけど、うん、あ、いいです、これで。だから16年間つけてるし、会社名にも入れたのは、ああ、そうですね。あの、そういう、なんかまあ、こだわりというか、好きなものって、まあ、運命的なっていうか、ああ、そうなんです。背が低い利点は何だと思いますか？まあ、でも利点？うん。それこそ、オフ・ザ・ボールですよ、ね。ああ、まあ、でもそうかな。構築できたっていう。うんもちろん表面的には例えば俊敏性とか軽いから体を動かしやすかったりするし、大きい選手より素早く動けるみたいなのはあったりすると思うけど、やっぱ考えることとかなのかなって思いますよ。それこそ木の上にリンゴがなっててギリギリ届かない、でかい人だったらパッて取れるわけじゃないですか。ちっちゃいけどあれ食わないと死ぬわって思った時にめっちゃ考えるわけじゃないですかみたいなの。なるほど、確かに極端に。お前じゃ無理だってなった時にどうやってリンゴ取れんだろうって、台を持ってくるのか登るのか風を起こすのか分からんけど、そういうのがなんじゃないかなって。確かにそうですね。それがまあリンゴならそうで、他のことならそれで考えてたっていうのですね。確かにそれで言うと僕もそう。そうですよね。利点ですね、それは。ちょっと最後あの企画をやっていきましょう。せーの、ドンで、あの、はい、カメラに向かってやってます。いきます。せーの、ドン。塩ラーメン、おぉ、餃子と。はい、じゃあ、せーので、大好きですか？好きですか？大好きは、はいはい、大好物。好きですは、その他の人たち。じゃあ、羽生さんからお願いします。せーの、大好きです。まあ、そうっすよね。餃子っすよね。その年で、好きって言ったら餃子かな。いやでも死ぬ間際に何したいかなと思ったら、ああ、餃子とビールみたいな。ああ、そうなんですね。あ、なるほど。男っすね。焼肉とかだったらもう分かりやすい。ああ、確かに確かに。じゃあ僕も塩ラーメンは僕は大好きです。あ、俺当たった。あ、当たってました。お互いね。はい、分かりました。塩ラーメン、いや、なんとなく一番うまそうだった。え、うまそう、羽生さん。いやでも逆に言うと、それで言うと、はい、その年でラーメン好きだ。ああ、そういうことですね。なるほど。引き分けということで。ありがとうございます。本日はちょっと本当に興味のある話を言ってきたかなと思います。なんか見てる方々も何かこうポジティブな方向に向かうような内容が一個でもあったらいいかなと思いました。はい。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。またなんかあの今後一緒にビジネスとかなんか事業がやっていけるといいかなと思います。はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。Thank you.